おはようございます。今日はソニーのニューカメラの続報です。それでは行ってみましょう。はい、というわけで以前の動画でご紹介をしたソニーのニューカメラなんですけれども、皆様にお伝えした通り延期となっておりました。それがですね、いよいよ2021年の7月27日今日ですね、日本時間で今日の23時に発表になることになりました。いやー、よかったですね。約3週間ぐらい遅れてしまったんですけれども、まあ、それでもですね、内容的には特に変化があったわけでもなくて、このモフモフがですね、意味深に映ってると。それでカラーは Vlog カメラの ZV-1 のカラーを踏襲していますので、α6400 の APS-C センサーを搭載してレンズを取り替えることができる Vlog カメラが発売するんじゃないかという噂が流れています。私もそれじゃないかなというふうに感じていますけれども、今夜の発表どうなるんでしょうか。楽しみですね。それでは今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。